豊田博物館は1989年平成元年4月にオープンしました。いらっしゃいませ。エントランスのある1階のシンボルゾーンにはトヨタ自動車初の生産型乗用車として誕生したトヨタ AA 型乗用車のレプリカが来場者の注目を集めています。このトヨタ博物館ではガソリン自動車が誕生した19世紀末から20世紀の自動車の歴史をおよそ120台の車両を今でも動き出す状態で展示されています。ここ2階では自動車が発明されたパイオニア時代から1930年代までの欧米車の展示がされています。それでは右側にございます台上の2台の車をご紹介いたします。館内ではガイドツアーも行われています。本館3階です。こちらは日本人の手による自動車生産に関する展示です。こちらではおなじみの懐かしい自動車が展示されています。憧れのフェアレディ、ホンダ S500 に、こちらはトヨタスポーツ800、通称ヨタ8。憧れといえばこの車、トヨタ 2000GT。 渡り廊下を通って新館に行ってみましょう。日本のモータリゼーションの歴史を人の暮らしと生活文化との関連で捉え、暮らしと自動車の関わり合いについて展示しています。1階のキッズガレージでは木のおもちゃ、パソコンゲームなどで子どもたちが遊びながら学べるコーナーです。展示車のローバー 6HP には実際に座ることができます。またショップもあり、一番人気はこのオリジナルのレトルトカレー。ビーフカレーをはじめ野菜、チキンも揃っています。左から右にフランスのショーです。こちらの博物館ではクラシッカー好きな方だけではなく、お子様が楽しんでいただける施設やイベントも用意しております。大人の方ですとお子さんやお孫さんに昔懐かしいお話をしてコミュニケーションを取っていただくこともできるかと思います。ぜひ名古屋にお越しの際はこちらの赤い看板を目指してトヨタ博物館にお越しください。お待ちしております。